エゾモモンガは、ネズミモクリスカリスアカモモンガ族モモンガ族、大陸モモンガダネテレミスボランズのアシュで、日本の北海道に生息する固有アシュである。黒田朝礼が1921年に記録した、大陸モモンガのアシュで、初の公式記録は、同年のウトナイコにおけるものである。和名、エゾコムササビの命名者は、岸田久義で、アシュ名のオリーは、オリー表二郎への県名。アイヌ語では、 アツカムイもしくは、ア・カムイと呼ばれたほか、1940年代までは、漁師、山語から、バンドリという俗名で呼ばれていた。大陸モモンガも、山椒本種は、北海道全域の平野部鉱山帯にかけて、分布し、森林に生息する。札幌市内の森林公園、円山動物園付近にも生息しているが、北海道島し部、千島列島には生息していない。 本種は住みか、食料、移動手段をいずれも樹木に依存しており、樹木のない場所では生息できない。一方である程度の面積、巣穴にできる太さの樹木がある森林ならば生息でき、市街地の公園、学校の林、鉄道の線路沿いにある防風林、住宅地近くの雑木林などといった環境にも生息する。しかし夜行性で警戒心が強いことに加え、 一生のほとんどを木の絵で過ごすため継続して観察することは難しく、詳しい生態はあまり知られていない。本州、四国、九州に生息する日本モモンガはムササビとスワナなどをめぐり競合するため、比較的高地に多いが、北海道にはムササビが生息しないため、本州は低地から高地まで幅広く生息する。なお同じ北海道に生息するリスカの動物である。 エゾリスエゾシマリスとはそれぞれ活動時間、空間、餌や、巣などの資源を使い分けているため、3種とも競合せず、同じ環境で生息できる。成獣の大きさには、オスメスで違いがあり、体長は、オスの方が長く16から18センチメートルメスは、約15センチメートル。体重は、オスが、約120グラムオスとメスを区別していないデータでは、81から120。 グラム内視100から120グラム。妊娠したメスでは150から160グラム。耳腸は18から22ミリメートルの足長は32から35ミリメートルで、体毛の毛先の色は1年を通して覆面は白色だが、それ以外の部位は白色、または褐色で毛の下部は黒色である。背面の体毛色は保護色になっており、夏毛は淡い茶褐色。 冬毛は淡い肺褐色ないし白っぽい。目は直径7から9ミリメートルと体格に比して大きく。目の周囲の毛色は黒い毛足が露出しているため黒色。波数は、摂氏が上2本、下2本、剣士はなし。全球師は上4本、下2本、五球師は上6本、下6本の合計22本。入刀数は、胸部2体、腹部1体。 素形部一体の合計8個。指跡数は、前歯が4本、後歯が5本の合計18本。手の指は長くて、物を握りつかむことに適しており、樹木を登るため鋭い鍵爪を持つ一方、足の平らは、無毛で細い枝などをつかみやすい体つきになっている。陰形骨は細長く、二股になっている。染色体数は、本種 日本も門ガとも同じに N イコール38である。新生子は体長5.0から5 6センチメートル、m 女川2.2から2 5センチメートルで、体毛はほとんど生えておらず、視力、聴力はまだない。本種は滑空するための飛膜を持っており、飛膜は方向部前肢まで、前肢から体側に沿って甲子まで、甲子から尾の付け根まである。 全種の手首の先には飛膜を支える硬い軟骨が伸びており、飛膜もこの軟骨に沿って広がっている。お長はオスメスともほぼ同じで約10センチメートルから12センチメートル。尾の断面は扁平で、滑空時は方向だの役目を果たす。本種は夜行性の小動物であることに加え、一度の滑空により高距離を移動するため発見、追跡が非常に困難である。 加えて、一生のほとんどを木の絵で過ごし、天然の軌道、キツツキ類の古巣を巣穴として利用するため捕獲も困難である。そのような特性に加え、人間にとってはほとんど利害をもたらさない動物であったためあまり注目されず、かつて本種の生態はほとんど研究が進んでいなかったが、小鳥用の巣箱を巣穴として利用することが判明したことで電波発信機を用いた、 テレメトリー法による追跡調査が可能となり、その生態が明らかになっていった。活動開始時刻、終了時刻は日没、日の出時刻の季節変化に比例して変化する。春引く秋にかけては日没から平均15から20分程度ですから出て活動を開始し何度か巣に戻って休む。巣から出ている時間の約75%は餌を食べるために使い、 最後の活動は、日の出前20から25分ごろに終えることが多い。本種は主に夜行性だが、春引く夏にかけての繁殖期、および厳冬期には、夜間だけでなく、日中にも活動する。越冬、編集本種は秋に越冬への準備として、どんぐりなどを大量に食べて、皮下脂肪を蓄え、豊富な栄養を摂取することにより、体重を15から20%増加させる。本種は、 エゾシマリスと異なり冬も冬眠せず、氷点下摂氏25度以下にまで気温が低下して、ヒゲが白く凍りつき、小さな体を吹き飛ばされるほど激しい猛吹雪が吹き荒れる厳冬期でも餌を食べに、巣穴の外へ出て活動するが、冬期は活動を必要最小限にとどめるため活動時間が極端に短くなり、活動開始、終了時間とも非常に不規則になる。 また本種は体を寄せ合い保温効果を高める目的で一つの巣穴に複数個体が集まり集団で越冬する習性がある。本種は無駄な争いを好まず、陶器に自分の巣穴へどうした個体が来ても拒絶することなく互いに厳しい冬を乗り切る。活動範囲は巣を中心とした領域で、その広さはオスで約2ヘクタールメスでは約1ヘクタールである。 メスは少なくとも繁殖期に縄張りを持ち、互いに縄張りは重なり合わないが、オスは縄張りを持たず、メスより広い行動権を持ち、オス同士の行動権は大きく重なる。本種はほとんど樹上生活か、それに類する生活を送っており、地面に降りることはほとんどなく、説明、地面で足跡を見ることはほとんどないが、 地面を調約包丁する際にも被膜を広げるため揚力が働き基地圧が軽減され、手足の着地根が不鮮明になりやすい一方で、新設上では説面に被膜根が残ることが多い。また爪が鋭いため垂直の樹木、建造物などのモルタル壁の表面を垂直、上下左右へ自由に移動できる。行動単位は、子育て中のメス以外は基本的には一匹であるが、 一つの巣に複数の個体が同居していることも少なくなく、特に陶器には前述のように複数個体で一つの巣に集まって越冬する場合がある。本種は、キツツキの一種である赤ゲラの古巣、自然にできた軌道、人為的に樹木にかけた鳥用の巣箱、人家などの屋根裏、エゾリスの古巣などが様々なものを巣として利用する。軌道は、 入り口がほぼ円形卵形で直径4から6センチメートル程度のものを好むが、出入り口を刃でかじって形状を改善する場合もある。エゾモモンガが巣穴として使う軌道は大別して、繁殖用の巣穴、仮の巣穴の2種類があるが、前者の目的で使用する軌道は、地上からの高さ、入り口の大きさ及び方向、中の広さ、餌場や、 新葉樹の避難場所が近いことなどの好条件がすべて満たされたものに限られる。また本種は素根に乾燥した柔らかい植物性の素材を運び入れ、その中で眠る。このほか樹木の枝状に小枝、樹皮を利用して巣を作る場合や凍結してできた樹木の割れ目を利用する場合もある。本種は夕方に目覚めて巣穴を出るとまず糞尿を排泄するが、 周囲に危険を感じない場合は、低い場所で、危険を感じた場合は、高い場所で用を足す。糞は、長さ7から15ミリメートル、直径3から5ミリメートルほどの米粒状糞、および柔らかい米粒状糞が周期した。糞、不定型な難弁と3体別されるが、多くの場合は、長さ約10センチメートル、直径約4センチメートルである。糞の色は、 高褐色、緑褐色、もしくは暗緑色、灼道色と多様で、糞は食根がある場所、巣穴がある樹木、移動経路上の休憩場所となっている樹下によく散乱している。食巣穴近くの樹木で糞をする習性があり、月の巣穴付近の地面に泊まりながら排泄することも普通で、巣穴下の地面、根元の雪面は糞尿で汚れていることがある。 一回の配粉量は多い時で40粒ほどで、同じ巣に複数個体が同居している場合は、筋の元に2000から3000粒も粉が溜まっている場合がある。このことから、エゾモモンガの隙を見つける目安としては、軌道からエゾモモンガが出入りしたことを確認する以外に、樹皮面がエゾモモンガの粉量で汚れているか、樹木の根本付近に、 総量 50cc 以上の多量の糞が散在している点が挙げられる。食性は雑食性で、基本的には植物性のものを食べている。植物では木の芽、花、葉、樹皮の甘皮、種子のど、四季ごとの主な食物は以下の通り。本種はほぼ完全な植物食だが、昆虫など動物性の食物も食べる。本種は手の指が長いため、 食物を手で持って食べることができる。地上には天敵の肉食動物が多いため、地上に降りてかは湖の水を飲むことはなく、水分補給は地上で行う。なお本種は基本的に目標の樹木を発見すると食事が終わるまであまり動かず、一箇所の樹木で食事をすることで体力を温存し、余分なエネルギー消費を抑えるため冬眠せず、越冬することができる。 しかし一方で食事を終えて、巣に帰る途中で巣穴とは別の軌道を探す場合があり、この行動により天敵接近時の避難場所や冬の共同生活、子育てに適した場所を調査する。また、本種は一本の樹木の芽を食べ尽くすことはなく、樹木全体の芽のうち3分の1ほどを食べると、その樹木ではそれ以上接触せず、他の樹木で食事を取るようになる。 長らく著食に関する報告はなかったが、松岡茂の継続的な研究観察により、著食を行っている可能性が示唆されている。本種は飛膜を開いて高所から低所へ滑空して移動し、最長で約50メートルにわたり滑空することができるほか、を方向だとして使用することで滑空中の旋回を可能としており、切りもみ、上昇もできる。 本種はまず垂直な樹幹を鋭い鍵爪で駆け上り、樹上近くに到達すると、周囲の様子を伺いながら、目標の樹木を目指してジャンプし、両手足をいっぱいに伸ばして、飛膜を広げ滑空する。そして四肢を微妙に動かし、飛膜を使って、揚力を調整しながら、加工気味に飛翔し、目的の樹木手前でわずかに上昇して、樹面にしがみつく。 無風の時は高木から飛び降りて滑空する一方、追い風がある場合は追い風に乗り、向かい風の場合はゆっくりと飛行する。李牧置と危機位置の高低差が大きければ、滑空化の大距離が長くなり、着地した樹木からはさらに次の樹木へと移動することができる。本州は滅多に地上に降りないため、積雪機に足跡を残さないほか、滑空することで、 樹木間の移動時間を短縮することで食事に費やす、時間を多く取ることができる。繁殖期は初春から夏で2月下旬から3月下旬に1回目の発情期を迎える。最初の繁殖期にあたる2月から3月は活動が低下する時期だが、繁殖期を迎えたオスは例外で日没前から巣を出て盛んに泣く、オスの姿が観察される。本種は1頭のメスをめぐりに、 三頭のオスが争う、場合もあるが、ムササビのように激しく争うわけではない。メスは、オスとの交尾を受け入れる際は時間に張り付きじっと、しているが、交尾を拒絶する際には横に突き出した枝に止まる。一回の交尾時間は7から9分で、一晩のうちに何度も交尾を繰り返す。出産回数はその年の繁殖期に1、2回で、通常は1回である。交尾後のメスは、軌道 巣箱に単独で営像し、4月中旬5月上旬に出産する。妊娠期間は不明で1回の出産の申請指数は2から5匹、もしくは2から6匹で、多くの場合は3匹である。子育てはメスだけで行うが、母子と生体オスが同居する場合もある。本種は、のみなどの寄生虫増加。この糞尿による巣の汚染に対処するため保育中に何度か、 巣を移転するが、移動中に誤って子を落としてしまう場合がある。その際は地面に落ちた子は母親に見つかるか、疲れきるまで成獣と似た鳴き声を上げ、自分の場所を親に知らせる場合がある。幼獣は生後約20日で這うようになり、30日前後で腹を地面から離して歩けるようになるが、耳の穴が開くのは生後平均20日で、海岸は生後約35日である。 海岸後は、海岸前より早く成長するようになり、生後40日で自分ですから出歩くようになり、約50日で滑空の練習を始めると、生後約60日で体重は60から70グラムに達し、母親から独立する。親離れした幼稚は、翌年には繁殖可能となる。時には夏に発情する個体もおり、二度目の交尾器は、 子供が育つ6月から7月頃、出産時期は7月下旬から8月で、その時期にはオスがメスのいる軌道のそばで盛んに鳴いている場合がある。本種は g g じと鳴く。成獣は交尾期以外にはほとんど鳴かないが、幼獣は他のリス類のこと異なり、巣の引っ越しの際に母親と離れ離れになった際などには非常によく鳴く。また、子が海岸して、 自力で行動できるようになると離れ離れになった母子は、同じような声で泣き交わしながら、相互に歩み寄るほか、さらに成長した子の場合は、巣の中で泣いている母親の声を頼りに、自力で巣に戻る。市街地、農耕地に生息するエゾモモンガの天敵は、クロテンエゾフクロウハイタカネコなどである。また、シマフクロウクマタカなど貴重な毛菌類も、エゾモモンガを餌とする。本種は、 天敵が多い一方で攻撃力を許さない。そのため、素早く確実に移動する必要があるが、常に天敵に見つからないよう周囲を警戒しており、樹上では自分の体が天敵に見つからないよう注意している。本種は天敵に気づくとそれが立ち去るまで、気づかれないようにじっとして動かないが、時にはその時間が1から2時間に及ぶ場合もある。また、 巣穴の中にいる本種は時間に振動を与えると、巣内で身を固めて出てこなくなる。野生個体の寿命は3年未満である場合が多いが、飼育個体の寿命は約4から5年とされる。札幌市縁山動物園では、幼獣段階で保護され、人工飼育下で約9年4ヶ月間にわたり生存したオス個体、太郎の例がある。本種は、アイヌ民族から、 アッカムイと呼ばれて知られてはいたが、夜行性であるため記録された時期は遅く、初の公式記録は1921年だった。1957年に、郷田正義の文献、江戸もモンによる材木外にて、北海道中市別栄林所養老牛国有林で、カラマツ120本の樹脂先端を食害した例が、報告されているが、害獣として駆除されるほどの実害は発生していないと。 される市街地周辺の緑地にも生息し、個体数も少なくない種だが、森林伐採、孤立化や、食物の不足などにより、生息数は減少傾向にある。特に市街地、農耕地の残存林に生息するエゾモモンガにとっては、林同士をつなぐ、暴風林が通路として役立っているが、それらの暴風林が寸断されると地面に降りて、移動できない。 エゾモモンガは他の林へ移動できなくなり繁殖、分散が正常に行えなくなって個体数減少につながる。有刺鉄線に引っかかり死亡した事故例も数例あり、人間の住環境周辺はエゾモモンガにとって安全な住みかとは言えない。札幌市炎山動物園では1967年から本種の飼育、繁殖に取り組んでいるほか、釧路市動物園、 帯広動物園、旭川市旭山動物園でも本種が飼育されている。なお大陸も門河の毛皮はかなり薄く時給に耐えないが、質が柔らかいため感知では耳かけなどに用いる。ウェブサイト出版物辞典。ありがとうございます。